はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、緊急でですね、今日の、15時に、まあ、ひっそりとというか、ツイッターにも、まあ、流れていないんですが、お知らせありまして、はい、まあ、これはちょっとぜひ、ちょっとお知らせというかね、多分気づかない人っていうか、まあ、普通にやってれば気づくんだけど、ちょっと気づかない人もいるかなと思うので、ちょっと今回紹介したいと思います。こちら劇場版呪術廻戦ゼロ開催記念ミッション第2弾開催予告ということで、こちら呪術廻戦、ファントムパレードをご利用いただき誠にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。12月11日月曜日0時ですね。だから今日見てくださってる、まあ、投稿日にね、投稿日に見てくださってる方だとしたら今日の0時ですよ。はい、この後0時から、第2弾が開催されます。はい、で、期間が12月11日の月曜日の0時から17日の、まあ、23時59分ということで、まあ、約1週間ぐらいあります。で、ミッションが、期間中ログインで AP パックだから、まあ、5日間ちゃんとログインしたら、5個もらえますので、まあ、これはちょっとぜひゲットしていただいて、で、ここはでもログインすれば基本的にゲットできると。で、こっからなんですけど、これ呪物収集をクリアしようっていうのがあるんですよ。まあ、でもこれね、5回クリアとか10回クリアとか一瞬で手に入り、終わるじゃないですか。10回なんて多分 AP パック1回で、てかまあ、あと石とか80個使ったらもう10回はできるよね。100貯まるから。で、最初から AP200 あるとしたら、もう一気に20回できるわけじゃないですか。これ15回、そして25回だけど、はい。こちら、多分 AP パックと、普段の200全部やれば25回クリアできるはずなので、要は、スキップだよね。スキップ。で、やることによって、このように、怪獣300個、ゲットすることができます。で、さらに、この、呪物収集に必要な素材もゲットできますので、はい。これはぜひやりましょう。で、次、強化クエスト。まあ、これは結構もうみんなやってる人いるんじゃないかな。これは多分ね、いつの間にか気づいてもゲットできてると思います。はい。で、これも25回でなんと怪獣300個と。まあ、でもこれはなんか、なんかゲットしたみたいな感じで多分なるんじゃない？やっぱり強化クエストってみんな結構やるから。でも気をつけないといけないのは呪物収集もやりましょうねっていう感じですね。25回まで。はい。で、次。AP を消費しよう。はい。これが、累計100消費で、こんな感じ。まあ、でもここら辺はね、これはなんか、まあ、これも300個ゲットできますので。で、1000消費。だから、AP パックが、まあ、毎日ログインして、1個ずつもらえるとしたら500、使うことができます。消費。だからもうここまでいきます。この今下のね、ここまで。ここまでいけるんで。で、あとは、寝てさ、起きたら AP 溜まってたりとか、まあ、なんだったら石80個とか使っちゃえば、その、いろいろ強化クエストとかも経験値とかをゲットできながら、階層の、覚醒する SR だったりとか、で、怪獣300個。ゲットできますので、これはねちょっとやっといた方がいいかなと思います。はい、まあ要は無料でさ、強化クエストとかできるようなもんなんで、300個もらえる、合計900個もらえます。はい。で、ここ派遣もこれねちゃんとやっておきましょう。派遣なんか放置してっていう人もいるかもしれないんですけど、これでもまあ階層のやつ、まあレアなんですけどね、レアとか、まあここはそんなに報酬は美味しくはないのかな。まあ、でも階層のね、この経験値4000。4000は美味しいので、まあ2回ぐらいまでやっといていいんじゃない？はい。で、まあ階層のこの、これもレアもね、結構このゲームってレア強いんですよ。だから、トゲくんとか、ゆうきくんとか、まあ強いレアのために、まあ一応、ゲットしといてもいいんじゃないのかなと。だから合計900個ですね。はい。こんな感じです。あとはまあ、散歩。散歩はまあ、こっちかな？いや、違うな。散歩は、まあ、どうなんだろうな。まあ、でも散歩自体は皆さんやりましょうね。これね、これで一旦終わりなんですけど、散歩、すごいです、これ。これでこそ今回いきますよ。一括受け取り。ほら、AP。ちょっと僕放置しちゃってたわ。多分仕事行ってたんで。200個。これ AP200 回復ですからね。で、皆さん僕の AP 見てください。276。これで、クエストミッション達成っていうか、もう全然できるので。散歩はもう本当に侮ることなかれ。毎回これもう一括受け取り、しばらくしたらもうやっときましょう。塚本がすごいのかな、多分 AP を運んできてくれる。はい。で、ちょっと今、AP もったいないんで使うんですけど、まあ、この強化クエストとかね、呪物収集あるじゃないですか。
これ例えばこっちで行こうか。で、これでほらスキップ回数あるじゃないですか。これでもう10回ですよ。 AP こんだけ100消費で、だから今回で言うと、あーいけるわ。残滓、あ残滓じゃない、怪獣300個ゲットするにはこのスキップ25 アタック25 アタックチャンス、あのその25回、これをやることによってもう怪獣300ゲットできます。すごいやっぱりかなり今回はやっぱりイベント大きいイベントなだけあってね、かなり太っ腹というか、でさらに、その間にもおそらく呪術廻戦の後編が出るんじゃない、あのイベントの後編が出てきて、おそらくそうだね、そこでもまた怪獣がいっぱいゲットできると思うので、もうぜひこちらのミッションはやりましょう。でしかもこれ確か4回に分かれてやってんのかな、確かこのお知らせっていうかね、その呪術廻戦のイベント自体が、ここには書いてないんだけど、確かどこだったかな、イベントミッションが発生しますみたいな、最初の時かここら辺かな、この時にイベントミッションが、あこれだね、これ開催期間みたいな、最初初回やってたんですけど、で次12月11日から12月17日、そして第3弾が12月18日から12月24日と、はい、100鬼夜行までよ、はい、そして第4弾が12月25日から12月31日と、多分かなり奮発するんじゃない、特に第4弾とかすごい怪獣の数が奮発してたりとか、まあ、すごいお得だと思うので、このミッションはねだけでも一応やっといてください、やっといた方がいいと思います。乙骨くんのためにね、ぜひ石を貯めておいていただいて、だからイベント と、怪獣このミッションやるだけでおそらく3000個ぐらい貯まるんじゃない、はい、ぜひ参考にしていただければなと思います。というわけでじゃあちょっとどうしようかな、強敵解雇をちょっとリベンジしようか、の前にちょっと AP をさっき言ったように、ちょっと消費しておかないといけないので、こんな感じかな、はい21回よし、これで次ちょっとねどこ行こうかな、強敵解雇の、まあ、経験値は経験値はいいかな、とりあえずここで強敵解雇、はい、それなりの相手だから、まあ死んじゃわないようにね。あ、特急こっちもやりたいな。45,900。これエクストリームやってみたいけど、でもちょっとね今欲しいのがこれいける？ここ75,000は無理かな、さすがに。95。行ってみる？これ行ってみる？ちょっと正直怖いけどちょっと行ってみたいですね。これはさすがに証拠いるでしょ、だからこうよ、こうなるんじゃないかな。で必殺技ゲージ貯めるで、ななみんが全体回復拡張がこうこれでいいかな、ちょっと行ってみるか、これちょっと挑戦してみます。勝っても負けてもとりあえずチャレンジ編ということでいきましょう。75,000、いやでもどうなんだろうな、規格外ないと厳しいのかな。攻撃力はとりあえずやばいのは知ってる。ここが前ファンパレ博士が見せてくれたところだね、ステージです。これ一回ちょっと使っとく、これいや必殺技の時に使った方がいいかな。とりあえず一回耐えるわ。で必殺技ダメだね、これは反転術式大のために一応必殺技試しといて、で楽しくなってきた、一応スキル上げました、はい、102% アップにしておりますので、さあとりあえず学長とナナミは絶対守んないといけない。さあ一発目どんなもん、火ダメージだ、いったで、まだいけるここら辺からいきましょうか。上げていいか、上げていいね、まあ、特に通常攻撃しても変わんないもんな。これね一応いやまだ証拠大丈夫じゃないかな、やっちゃっていいの、多分大丈夫だと信じよう。これで楽しくなっていただいて、で証拠もあれなんだよな、今後野原ちゃん、うわっはあ、やばいよこれ死んだんじゃないの、ちょっと待って、やばい、本当にやばい、落ち着け、これ学長は復活するとから楽しくなっていただいて、いやーこれどうなんだ、
楽しくなってきた。これ楽しくなってきた。あれなんか必殺技たまり遅い気がするんだけど、これ大丈夫？ナイス。痛い痛い痛い。ガクちゃん、ガクちゃん、キャシー、お前何をやってるんだ。キャシー、なぜお前私を殴った。許さんぞキャシー。楽しくなってきた。楽しくなっていただいて。いやでもこれあれだな、いやでもこれもう多分ターンが足りん。やんやんやん。それじゃおしまいにしようか。マジか。やばこれはあれだね。やばい、あのミワちゃんいるわ。引きつけパンダかミワちゃん、そこいるね。うん、そこいればこれ可能性あったね。おそらくこれも多分行ったんでしょ。あと行ったんでしょ。まあじゃあ一応キャシーだけ倒しとこうか。はい、そうか、倒せんかったか。なるほど、これはミワちゃんだな。でもこれでも多分ミワちゃんで耐えて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 、でナナミンとその間に学長で能力爆上げして、そうすれば多分一気に粉砕できたんじゃないかな。体力今残ったけどさ、じゃなくてもう一発でもうパンダは多分残ると思うんだよ。パンダは残ると思うんだけど、パンダに勝って残りパンダぐらいまで行って、あと全員でパンダを落とすみたいな、そういうことができるんじゃないかな。じゃあちょっと京都校行っとく。京都校京都校のね残滓も必要なんですよこれ。引きつけ、はい、自身に攻撃引きつけ2ターン付与と自身に被ダメージ 29% ターン付与ということで、うん、これかなり強いのでこれもちょっとゲットしておきたいから、じゃあちょっともう一回行くかこれで。前回メカ丸でひどい思いしたからね。いける、さすがに3万だったらいけると思うんだけど、頑張ります。いきます。さあ行くぞ。いいな、ミワちゃんかわいいな。ミワ、そうミワちゃん個人的に SSR コンかな、使いたい。まあ SR のミワちゃんも強いんだけどね。 SSR のミワちゃんマジで来たら本当に嬉しいんだけどな。さあとりあえず、まあ、メカ丸の必殺技のタイミングで残滓使おうかな。だったらまだ使っていいかこれ1ターン目。まだ多分あれでしょ、残滓6ターンで使えるでしょ。1、2、3、4、5、いやダメか、一応残しとこう。使えなくなる可能性がある。まあまあとりあえず必殺技ためながら、五条先生はまだいいかな。これでもそっか、半減なのか五条先生。でも半減でも多分吹っ飛ばせると思うんだよね、この3万とかだったら。さあで一番気をつけないといけないのが、あースタンか、そっか。マイさん先やりたいけど、まあ特にあれだからどこ狙おうか変わんないからな。とりあえずこうして、で反転術式で翔子で楽しく、そろそろ楽しくなっていただいて、でまあ正直半減だろうが、うん、全部吹き飛ばせんで、一番気をつけないといけないのが、ミワちゃんの引き付けとかは多分あんま関係ないんだけど、マイさんの、なんかね、その攻撃が当たらないみたいな使うのよ。それの時に赤を打たないようだけちょっと今気をつけながら行きましょうか。いやでもこれやばいな、これ学長が、あーここでじゃあ使うか。メカ丸の時に、いやメカ丸の前にも多分消し飛ばせるんだこれ。じゃあここで全体回復決めましょうか。ちょっと待ってね、ちょっとこれ一回使います。使って決まっていきましょう。反転術式で、学長一回復活してないよね。あれ復活した、復活してないよね。でこれ楽しくなっていただく。これでたまんない、たまらないか。まださあこれでどんどん強くなっていく。いやーそうなんだよな、これ五条先生がギリギリ足りないんよな、耐えるな。わーお、一発やばいね君、君やばいね。ミワちゃん必殺技くるくる、多分ミワちゃんは耐えるでしょ。え大丈夫なの。ねメカ丸がやばいんで、ここでメカ丸を消し飛ばせるはず。抜刀、痛い学長、俺痛えよ学長。じゃあこれでね、まあ残ったとしてもノバラちゃんが釘でいけるから多分大丈夫だと思うんだけどね。強いな、やっぱりここ結構厄介だね。マイさんが厄介だわ。どうブレイクする、ナイス、あぶねえ、怖え、よかったよかった。まあこんな感じでなんとかいけたね。じゃあちょっと釘飛ばしとこう。で最後見ててごらん。よーし、いやでも普通に一人やられるわこれ。あ
まさか君、あノーノーです、ダメです、危ないです、終わります、助けてください。いや大丈夫です、かんざしあります。待って、待てよ待てよ、見とく見とく、え、見れない見れない、あれ見れない、ちょっと待って、大丈夫ね、付与されてるのないね、大丈夫ね、オッケー、しまった、マジか、2ターンだったか、そう、ちょー、いやー、どうなる、終わった終わった、これ8体内にクリアだけど、これって、あーでもこれもらえたからまあこれ2枚もらえたからいいや、これ引き付けかなり強いので、まあこれはちょっと使っていきたいですね。はい、攻撃引き付けと非ダメージ、まあ要はこれパンダかな、パンダとかにちょっと入れたいな、うん、そうね、でもできればパンダに入れるんだったら体術 術式よりやっぱり HP と体術のみっていう斬首の方がいいから、まあでも引き付けはねもう間違いなく強い、あのゆうきくんとかと合わせてもいいし、あのゆうきくんのあの防御壁だっけ、それちょっと忘れちゃったんだけど、それで無敵にしてとかでもいいし、トゲくんのねそのカウンター、それに引き付けつけてとかでもできるしね、まあ、かなり強い斬首になっておりますので、まあ、こちらは良かったです。でもこれちょっと多分ね厳しいな、このパーティーだと4万5000正直厳しいかも。あ、次東堂来るのか多分これ、あー変わるんだね、これももちゃんやばいな、ももちゃん怖で、カモでしょ、わカモスターンしてきそう、東堂怖っ、やばいなこれ東堂多分ね、一番上がメカ丸カモで、多分東堂もいるんじゃないの、3体みたいな、そんな感じかな。はい、まあとりあえず、今回はこの辺りで終わりたいと思います。ぜひね、ミッションはすごく簡単なミッションになっておりますので、900個ゲットできますので、ぜひ取り逃しないように、今日の0時からですね、お骨くんに向けて皆さん石を貯めておきましょう。はい、というわけで、じゃあ皆さんお疲れ様でした。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お疲れ様でしたじゃないな。お疲れ様さ、バイバイ。